ジロ社が調査を行っているというヒルダ廃棄施設に我々が送り込んだ部隊が全滅した。施設内から唯一生還した者の話によると、以前 MT の開発に使用されていた部屋に入った途端、巨大な何かに襲われたとのことだ。推測されることは、敵は既存のものではない新型兵器であること、そして一部隊を短時間で全滅させるだけの数が配備されていることだ。情報が少なく作戦が立てにくいが、我々監督局に対して牙を剥いた存在を野放しにするわけにはいかない。施設に侵入し敵の正体を突き止めるとともに、その殲滅を依頼したい。抵抗する者は全て敵とみなして構わない。以上、よろしく頼む。メインシステム戦闘モード起動します。します。